熊本県天草郡の一天草郡は、熊本県の郡、人口6784人、面積67.58平方メートル、人口密度100人、平平方メートル、以下の一丁を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一丁のほか、上天草市、天草市にあたる。天正9年までは、 現在の鹿児島県泉郡長島町の区域も含んだ。1、通り津村2、岩村3、上村4、中村5、湯島村6、阿村7、楠木はじめ村8、赤崎村9、上津浦村10、下津浦村11、4、

高浜村31、大江村32、先津村33、今富村34、宮地学村35、宮野河内村36、深海村37、鬼木村38、久玉村39、牛深村40、今津村41、京両木河内村42、島子村43、津本村44、川端村45、宮所の村46、 本土村47、本村48、手野村49、城河原の村50、新郷村51.1、長田村52、亀場村53、姫戸村54、四季村55、筋村56、大浦村57、高戸村58、戸島村59、下津深江村六十、小田床村十一、中田村62、碇石村十三、亀浦村十四。 はや村らむら65、くる村ありがとうございます。